はい、こんにちは、こんばんは、おはようれいです。今回ですね、話す内容は、まあ、婚活ネタなんですが、日本ではなくて、なんと、インドでですね、インドで婚活市場が、急成長ということでですね、マッチングアプリも人気になっているというふうな記事がありまして、2023年のね、これね、今年の、9月頭ですね、9月頭の方の記事、ニューデリーの方の記者が、そちらに在中、駐在してるって言った方がいいの？駐在してる記者の方が、書いたネタにはなるんですけれども、人口世界一のインドです。人口世界一のインド。それは人口が多ければ、婚活とか結婚とかそういう、まあ、マリッジにね、関する、業種っていうのはなくなりはしないなと。いうふうにね。で、この日本だともう少子化になってて、しかも、結婚をしない人たちが増えちゃってるので、だから日本市場はね、もう取り合いでしょうね。だからその、婚活 YouTuber ではなくって、結婚相談所をやっている結婚相談所のね、代表の人たち、まあおばさんたちが、YouTuber っていう形でやってまして、まあ、相談所系 YouTuber か、結婚相談所系 YouTuber の方はもう取り合いなわけじゃないですか、この日本ではね。だったらですね、もうやはりインド、ね、インドに、これから乗り込んで、例えば、ね、事業展開するとかですね、フランチャイズをやるとか、そういうふうにね、やった方がいいんじゃないかなというふうにね、思いました。ぜひですね、結婚相談所系の YouTuber の方は、インドにですね、行ってみてください。そしてまず、そこで暮らしてみて、人々がどのぐらいね、結婚に対して費用を使ってるのかとかですね、日本人でも、向こうは受け入れて、ブライダルを利用してくれるのかどうかっていうのをね、チャレンジされた方がね、いいんじゃないかなというふうに思います。その、YouTube で儲けた金で、YouTube の収益で、それがね、インドの旅っていうのをやって、それをまた動画にすれば、またね、バズるかもしれませんので、それはね、ちょっとね、やった方がいいんじゃないかなというふうに、特に男性の、結婚相談所系 YouTuber で、口ひげ生やしてる方で、千葉県の方の相談所の方なんかは、もうぜひですね、飛んでって、インドの方に飛んでって、これを話題に食いついてですね、そして初の日本法人のブライダル事業っていうのを展開されるといいんじゃないかなと。いうふうに思います。ぜひやってみてください。で、成功したら、私のこのアドバイスで、アドバイス料として、年間の売上の 10% いただければ、全然問題ありません。OK でございますんで、ぜひですね、成功していただけたらと思います。おっと、そんなことより本題の方に入りましょうか。で、こちらね、ちょっと今画面開いてるんですけども、国連の推計で、世界一の人口になり、国民の平均年齢がね、28歳前後。国民の平均年齢ですよ。日本のね、国民の平均年齢って50歳前後ですよ。それに比べて、インドはなんと28歳前後です。まさに、そういう、ね、若い世代も増えていて、だから年いった方は多分医療があまりちょっとどうなのかなっていうところがあるので、延命措置がうまくいかないから、いい感じで新陳代謝として、ね、なんていうかな、いろんな方がいますけれども、そこまで長生きせず、皆さん亡くなられて、そして子供も生まれてということで、だから人間も多いし、長生きする老人にかける費用っていうのも多分少ないのかなって、これは推測ですよ。俺の感想ですけども。で、若い人も、ね、結婚がやっぱりできるというのは、なぜかって言ったら収入があると。だから、経済成長もインドってすごいじゃないですか。もう皆さんね、存じ上げてると思うんですけども、ね、その中で平均年齢、国民の平均年齢は28歳前後っていうのは、恐ろしくこれ若い、形になると思うんですよ。で、しかも、インドでは、じゃあどういうふうに考えてるのか、結婚っていうもの。結婚式は人生で最もお金を使う機会と考える数が多いんです。まさにこれ婚活事業者の、チャンスタイムですね。これパーティーとかをこっちでね、インドで行って開くと面白いかもしれないです。ただね、ただ一つネックがあるのは、カースト制度って皆さん、小学校のところ、なんか習いましたよね。世界史とか、そういうので。
中学か、ね、なんかわかりませんけれども、ね、身分制度みたいなのがあって、その同じ身分同士の人しか結婚できないという風習もまだ残ってるんですね。これを打ち破って自由化すれば、婚活市場は最高潮になると思うんですね。今、ただでさえ、ブライダル市場ね、婚活業者ではなくて、ブライダル、結婚に関する費用、結婚式だとか、イベントに関する費用も、すべてブライダル市場を含めて、規模は約500億ドル。日本円で7兆円にも上るとされているので、この7兆円産業にね、チャレンジするっていうのもいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。どうでしょうね。俺は関係ないからやりませんけどね。言ってるだけですから。で、メディアでね、地元メディアによると、去年は結婚の人気シーズンである11月、12月、なぜかブライダルの人気なんで、日本は6月でしょ、ジューンブライドというのがありますけども、その11月、12月だけで2ヶ月で、約320万組、320万組が挙式を挙げたと。日本はどうなんだろうね、何十万組とか、そんなないでしょ、だって2ヶ月でだから。ね、数万組とか、それぐらいになっちゃうのかなっていう。もう、これちょっと皆さん調べていただいて、ね、俺が適当なこと言えないので。で、首都ニューデリーでは、週末に結婚式披露宴が集中したことにより、渋滞が起きたそうです。街のね、道路とか。ね、大変ですね。で、その渋滞に巻き込まれて遅刻する新郎もいたという形ですね。新郎、なんで新婦はないのかな？やっぱり新郎の方が車を持つのかな？運転するのかな？よくわかりませんけど。なんかすごいっすよね。で、インドでは近年経済成長がね、さっきも言いましたけど、経済成長があって、その上で富裕層が増えたそうです。これってなんか日本の昔に似てません？バブルの前の頃の日本。みんなね、一億総中流社会。ね、あなたは中流ですか？ね、それとも上流な家庭ですか？中流な家庭ですか？下流な家庭ですか？って言った時に、私んちは中流です。みんな中流ですというふうに答えた時期があったらしいんですね。これもなんかね、俺もガキの頃だったんで、よくね、なんかニュースでたまに流れてたのを見た記憶があります、これは。で、今それが、インドではそういう意識もっと上ですね。だから富裕層が増えてるから、僕たちは儲かってきたよと。だから上流ですよっていう感じでもあるんですけど、ただカースト制度というのがあるので、これが一概に全員に当てはまるのかって言ったら、多分一部の人間じゃないかなというふうに、俺はね、俺の感想ですよ。あくまでも感想ではそういうふうになってるんじゃないかなと。そして、じゃあなんでこれだけ市場規模が拡大して、7兆円ビジネスになってるのかというと、やっぱり大富豪の親御さんたちが娘の結婚式のために約1億ドルをかけるというね。1億ドルですよ。これすごいっすよね。すごいことになってますよね。ブライダル市場はそれで規模が約、500億ドルのこの市場規模になってますよと。ただ、結婚前の自由恋愛がない。自由恋愛がないですよ。だいたいこれが決められるのが、お見合いとか、そのカースト制度によって身分、同じ身分同士の中で出会って結婚とかっていう形になるんで、結婚のね、インドは婚姻の8割が、お見合い婚です。だから親が許嫁として迎えた人同士で結婚するというのがほぼそれなんですけども、まあ、それに比べた別として、出会い方は別として、結婚にかける費用というのがかなり多い。で、結婚する、できる、ね、もう金もあるし、親も金持ちだしっていうだけじゃなく、自分たち自身も金があるので結婚しようかってなるわけですよ。だから、少子化にならないんですよ、これ。だから、日本はなんで少子化なのかって言ったら、育児世帯に金を配るとか、ね、給食費無料とか、そんなのをやっても増えないんですよ、子供。そこは、生活助かったよね、よかったねで終わりなんですよ、そこの層は。で、もう一人作ろうかって言った時に、考えた時に、ね、全部小学校から全部私立大学まで卒業す、ね、含めると、このい、なんていうのかな、学費ね、育てる学費だとかも含めて、まるっと含めて、一人当たり2000万ぐらいね、だいたい約2000万ぐらい、
子供に費用がかかるわけですよ。一人生まれました。じゃあ2000万円まで、成人するまでに大学卒まで、ね、考えていくと、その子供にかかる費用っていうのは2000万円、かかるわけです。だから家1棟、ね、安い地域の、ね、家が1棟を建てられるぐらいかかるわけですよ。だから2人とも4000万になるわけじゃないですか。で、そう考えると、もう身も毛もよだつような、未来プランになってくるので、ちょっとどうなのかなと。だからこれは日本ではある程度稼ぎのある、若い世代、もちろんいますよ。今、鎌倉とかいろんなところ旅行行かれてる方、遊びに行ってる方、このね、ガソリン代も高いガソリン代も払いつつ、高いランチも食べたり、ディナーを食べたり、そして旅行にお金をかけられるような、富裕層チックな、まあ、若者もいらっしゃるので、若い世代20代とかね、10代後半とか。まあ、だから、その方たちが一部はしゃいでるだけであって、全員の若者が儲かってるってわけではないですよ、もちろん。だからそこは、ちょっと日本っていうのは遅れてるのかな。で、どこに金をかけるべきかって言ったら、その結婚前の段階の男女に、ね、若い世代、もっと若い世代に金をかけないとダメなんですよ。だって安心して暮らせる、安心して大人になれる世界を作る。そうすると、その上の親の世代が貧乏だから、結局、子供にも金が回らなくなって、だから、循環が悪くなるわけじゃないですか。今までって団塊世代の親が結構ガンガン稼いでて、貯蓄もあって、ね、子供が不自由なく、ね、援助もできて、そして結婚の補助もできたわけですよ。うん、で、娘、婿とかそういうのもね、関係で、娘だとか息子がこの、ね、結婚しました。困りました。生活困ってます。ただすぐ金を渡せるぐらいのゆとりがある世代が今まで、の親世代なんですよ。で、これが今の現状としては、ゆとりのない親世代、要は氷河期世代、我々、ね、私も含めて氷河期世代なんですけど、氷河期世代がお金を持ってないので、その子供ができました。氷河期世代の子供ができました。だけど貧乏です。だから子供にも、子供が困ってるけど、ああ、もう柱金しかあげられないみたいなね。すずめの涙ぐらいの分しかあげられないよって、まあ、僕もほら、だから実際に、そうなったらもうお金あげられないですよ。やっぱ子供にゆとりありませんので、そんな自分の生活が手一杯。ということで、多分そういう方が多いと思うんですよね。で、もっとお金ない人もいっぱいいると思うんですよ。だから、そこの層たちをちゃんとやらなかったがゆえに、これ、我々の世代が大人になって大きくなって、で、下手したらもう孫もいる世代になるわけじゃないですか。50代とかになってくると。まあ、今、中心が40代の後半とか半ばぐらいが氷河期の中心と言われているので、その方たちがやっぱり就職なんとか、未だに、貯蓄、まともな貯蓄も、ちょっと少ないよとかっていう方、まあ、いる方もいるんですよ。ちゃんとやられてる方もいると思うんですけども、まあ、それはちゃんとご自分で、ね、努力されたとは思うんですけど、努力、を超えた範囲でやっぱり不本意な生活を余儀なくされた方もいらっしゃるんですよ。せっかく能力があるのに、でもタイミングとかチャンスに恵まれなかったっていう方もいるので、だから努力しないからお金を稼げないっていう考えではないと思うんですよ。そうじゃなくて、いろんな要因がありますから、人っていうのも運に左右される生き物ですよ。この生き物っていうのはね、不良の事故にあったり、震災に見舞われたりとか、いろんなことがあるわけで、努力しててもそれに見舞われて、ね、財を失ったっていう方もいらっしゃると思うんで、だから一概にその、ね、頑張ってないから稼げてないんだっていう言い方をする人いるんですけど、それは違いますからね。それはちゃんと平等に見ていかないといけませんので、だからやっぱり、間違いなくでもその氷河期世代っていうのは生存していて、ね、まあ俺自身が生きる、なんていうの、生きる見本に、標本になるわけじゃないですか。見本とか言い方だとちょっとあれだけど、生きる標本の一つですよ。氷河期世代っていう、このね、おじさんもいるわけですよ。だけど、ね、そういう人たちが、努力が足りなかったってわけじゃなくて、いろんなことがあったわけじゃないですか。採用がなかったとかね、求人がなかったっていう、新卒なのに。で、新卒の採用が少なかった。できた人はできた人で運が良かったり、自分の努力っていうのはあると思うんですけど、だからじゃあ努力してないから就職に繋がらなかったっていうことではないと思うんですよ。だからそこの辺はまあ分析はまあ各皆さんの判断にはなると思うんですけども、やっぱりこうやってインドみたいに、ね、人間の流動性っていうか新陳代謝もよくできてて、で社会も発展してってっていうね、経済成長も良くてって、
で、この日本みたいに無理な消費税、バンバン税金で、ね、収入の半分近く今税金取られてる、状況ですけど、そういうんじゃないと思うんですよ。うん、なのに、経済成長もいいし、人口も若返ってるしっていう、本当に日本はこれ見習わなきゃならない一つの例だと思うんですね。話がちょっとね、ずれてきましたけれども、戻しますと、ね、やっぱりこのマッチングアプリを使った、ものも流行ってるらしいですよ。だけど多分、それは、カースト制度があるから、まあわかんない。どんなカースト制度かわかりませんけど、例えば日本の昔だったら、市の交渉ってありましたよね。一番が武士で、次は農民で、次は商人、ね。市、農、工、商、あ、工業がいたか。その上は工業か。最後は商人みたいな、感じかな。よくわかりませんけどね。ちょっとこれ調べてください。もう全然見てないんで、今資料。うる覚えで過去に小学校の時に市の交渉って聞いたなぐらいのレベルで今話してますんで、やっぱりもう人間がね、50年経ってますから忘れちゃってる部分もあると思うんで、まあ、お利口さんの皆さんだったらわかると思いますんで、で、話を戻しますけれども、まあ、どうなのかなと。マッチングアプリを使った結婚相手探しも人気になってきているっていうのは、それは少ないパイがちょっと大きくなってるってぐらいだから、やっぱりこのカースト制度をどうにかせんと、難しいのか。それか、カースト制度の範囲の中で、マッチングアプリをうまく活かすとか、婚活パーティーをやってみるとか、パーティーの方がいいと思うんじゃないですかね。いいんじゃないかなと。なんか、結婚式の時にはダンスをしたりとか、なんかそういうのをね、やってるらしいんですよ。で、やっぱりね、このカースト制度があることによって、それに従わざるを得ないということで仕方なく結婚するって方もいらっしゃるんですよ。同じ身分同士で仕方なく結婚すると。いう方もいらっしゃるので、まあ、これは国の文化の違いがありますので、一概に何とも言えませんが、いやもう日本のね、相談所系 YouTuber とか、婚活業者は、インドへ行けと。ね。そして新しいビジネス展開をね、我々に見せてほしいですね。日本はもうダメです。はっきり言ってダメですね。婚活業界もだって社用産業だと思いますよ。だって少子化だからね。だから結局同じ業者が同じ人を取り合ってるみたいな、それぐるぐる回してるっていう。で、なかなか結婚させないようにするためにあんまりうまくいっちゃうと困るわけですよ。だからマッチングアプリもどんどん進めて、まあ軽い付き合いをさしといて、また付き合った、別れた、付き合った、別れたを繰り返すさして、月の会費を取るとかね、年会費を取るとか、まあそういうやり方でビジネスとして成功させていくしかない。それを考えると、まあ出会いの場はやっぱり業者を頼らざるを得ないので、やっぱりね、そういう場に、そういうものを利用するのはいいんですけども、あまりどっぷりこれに頼り切ってハマってしまうと、結局堂々巡りで相手すら見つからなくて、いつまで経っても婚活やってるみたいな状況になると思うので、ある程度のところで、ね、この人だっていうのを決めて、成婚されるのが一番いいんじゃないかなというふうにね、思いました。あくまでも俺の感想ですけど。まあまあ、そんなこんなでインドで、婚活市場が急成長していると、売上倍増みたいなね、これから事業としてはいいんじゃないのっていうところの動画でございました。これはね、朝日新聞かなんかの朝日デジタルのこれ記事になりますんで、なんか暇があったらちょっと検索して読んでみるといいと思います。あとちょっとこういったネタをね、掘り下げて皆さんに紹介していこうと思ってますんで、一つよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ。